Because few call and touch their gun, so they're called Checkerman. Oh, Checkerman! Oh, Checkerman!雨音って落ち着きますよね。そうですね。雨なら身を隠しやすいですし。何からですか？そういう話でしたか？今。外敵から身を隠せる環境こそ熟睡の友ですよ。もしかしてアサシンに付け狙われてたりしますか？時々姿勢を感じることはありますね。怖い。ナチュラルに怖いんですけど。だって前話したでしょ、 ASMR の収録中にね。まあその話は別席を設けますからね。今話したいんですが。ダメです。ホラー会は別に設けますので今はダメです。わかりました。うん。それで雨降ってる時ってなんだかワクワクしませんか？電車が混むので憂鬱ですけど。いや、じゃあ例えばお休みの日とか窓越しに雨が降ってるところを見るとなんだかちょっと楽しくなったりしませんか？しますね。多分しますね。おそらくは。なんか釈然としないんですけど。大丈夫です。続けてください。いつもの風景が雨っていう情景をまとうだけで違う雰囲気になるじゃないですか。それに例えば今会社の方も雨降ってるんだなーって思うとなんだか不思議な一体感というか、バイオームつながってる感ありませんか？こっちで起こってることがあっちでも起こってるなーっていうのがつまり不思議な一体感ってことですか？そうですね。うまく言えませんけど、世界がつながってる感を想像するのが好きですね。ワクワクしますし落ち着きます。それに雨が降ってる時しか湧かないレイドボスもいますしね。そうですね。え、そうですか？レイドボスって何？え、何の話？雨の日に限って対面で打ち合わせを要求してくるクライアントとかですかね。空想の世界にそんなものはいません。往々にして現実は空想の世界にも干渉してくるものですよ。現実が夢の世界に影響を及ぼすようにね。嫌な夢見たんですね。